皆さんんごきげんよう仏殿の一番最初でありそしてとても重要な場面である、えー、菩提樹の下でのお釈迦様の悟りということをお話ししています。悟りの内容は何だったのかということなんですね。で、えー、それをあの書き記した残した、えー、お経はいろいろあるんですけれども問題は 先回も申し上げましたようにそれが一本に定まっていないといななととうことなんですねそれで、えー、もう一度その中のいくつかの代表的なものをここに挙げてありますけれども一番よく知られているのは、えー、これまさにその律の一番冒頭に置いてあった置かれていた例の最古の仏殿ですね。あのの中で言われているのは えー、このお釈迦様は悟りの時に悟った時に何を得得したのかというとこれは十二支縁になんだということが書かれております。でその他の別のお経を見ますといやそれは三妙であるとかあるいは六根の正常化であるというようなことが言われております。えー、とあとの二つについては簡単にご説明いたしましたが、えー、十二支縁にはおそらく うーこれを見ておられる視聴者の方の中にも、えー、ご存知の方も多いだろうしどんなもんだろうというふうに興味を持っておられる方もおられると思いますので、えー、一応十二支援二の概略だけ申し上げておきます。十、え、二、ーねえー、支援二というのは十二の要素が次第次第に、えー、原因から結果 でそれがまた原因となって次の結果を生むというふうにまあ一種ドミノ倒しのように原因結果が連鎖してつながっている様子を語るんですねでこれが12の段階を経てつながっているのでこれを12支援にというんですでこれがお釈迦様が本当にお悟りの時にこれを体得なさったのかどうかということは大変疑問であります、えー、まず一番大きな理由はあの 他のお経の中には12支じゃなくて、えー、あの4支とか5支とかもっと少ない数の連鎖を語るものもあるんですね。で普通に考えますと短い連鎖が最初にあってそこへだんだん後の人が付け足し付け足しをしていって最終的に12に膨れたんじゃないかというのが非常に自然なものの見方でありますのでそれを考えるとお釈迦様が最初に12支縁にお悟りになったというこの話はやはり。 えー、後々の作られた仏殿の話ではないかというふうに思うんですね思う人が多いわけです。えー、で逆にあの十二支縁にはやっぱりお釈迦様お悟りになって後でそれが省略形になって短くなって三支四支になっていったんだという考え方も成り立つわけでこのところは非常に微妙で。 えー、お釈迦様の教えとして十二支をそのまま取り上げてよいのかどうかお釈迦様の最初の悟りが十二支だったのかということに関しては実は今もいろんな意見が分かれております。でさらに問題はこの十二支の内容は何なんだということなんですね。これこここれれに書いいたこれ見た見だけじゃ分からないですねで分からないから説明してくださいと尋ねても一つ一つを明確に説明している言葉がないんですね。 ですからこれは、えー、後の人たちが後のまあ、えー、仏教徒や仏教徒とかあるいは仏教学者がですね、えー、これはああだあれはこうだというふうにいろんなことを言うわけなんですねですからそういう意味でこれをお釈迦様の悟りの内容でございますと言って私は今皆さんに確信を持ってお話しすることはできません、うん、だけどもまあ一応説明ぐらいはしてくださいという 声が聞こえるような気がしますので、えー、それで、えー、それに応える程度のその説明をいたしたいと思いますだからこれはもうこうなんだというふうに絶対的な真実だというふうな気持ちで思わずに、えー、まあ多少ぼーっとしながら聞いていただいて結構ですで、えー、最初これ無名から始まるんですね無名から始まります で無明というのは「あの明という字は仏教ではこれは知恵を表します悟りに向かう知恵悟りを獲得するための優れた知恵のことを「明と言いますから無明はそれがないという意味で、えー、我々が我々自身がですね、えー、これはものの真実を正しく見ることができない状態本当ならばあの世の中の真実はこうだということがあるはずなのにそれを 見ることのできない状態、まあ、真実に対して目が曇ってしまっている状態ですねこれが無明ですでそこから始まるんですねで一番最後見てください一番最後が老死と書いてあと括弧の中になんかあの嫌な字がいっぱい並んでますねこれはつまり最後に結論としてどうなるかというと我々が年をとって死ぬという現象及び その現象に従って生ずる苦しみ心の苦しみになるつまり十二支援には無明から始まって最終結論は我々の苦しみだというこれは苦しみが生み出される我々が生きている中で苦しんでいる状態を説明する構図なんですねこれが十二支援にでありますでこの最初の無明から始まって次の行というのがあの、えー これ全て一般に言われてることですからね絶対そうだというわけじゃありませんが、えー、ものの真実を見ることのできない、えー、その我々の,その、まあ、愚かな状態無明から出発し我々はそれに基づいて意思作用を起こし,起こし何かをし,してやろうという思いを起こすもちろん間違った世界観に基づく思いを起こすわけ。 でそれによって我々の心という状態が生み出されてきます今の我々の迷った心が生み出されますでその迷った心これが四ですでその迷った心から何が生じるかというと妙四季というんですね名前と色と書いて、えー、これは名前というのは概念化つまり現実の世界には実際に対応していないそれを我々が心の中で勝手に 区分をしてこれはこうであるというふうに分類分けをしてそしてその分類にレッテルを貼って、えー、それで物事を理解しようとするもっと簡単に言うと言葉の世界なんですねこれが妙で式というのはそれに対応しているだろうと思われている現実世界のことを指します。だから心が現実世界とそれを表す言葉の世界というような2種類の世界を生み出していくということなんですね。 でその後の6所というのが、えー、これは我々の、えー、認識機関です。これ6根とも言いますね先回言いましたね目耳鼻舌それから触覚とそして心という6種類の認識機関が6書でその6書がその後触れ合うという字触れるという字これは「触」と読まずに「即」と読むんですけども、えー、この、えー「触れる」というのは6種類の認識機関が 外界に存在する存在物と触れ合ってつまり認識の触れ合いが起こるということですあの。我々が外界の実在と触れ合って認識が生じるということなんです。その時に「明識」という心が勝手に作った言葉と現実世界との二重構造の世界をベースにして6種類の認識機関が外界のものを 受け入れていきます難しい言い方しますが要するに人間が勝手な思いを持ちながらその勝手な思いで外の世界を見ていくということですそうすると何が起こるかというとその外界にあるものから我々は刺激を受けて情報を受けて例えば目で物を見ると外のものが視覚として我々の心に浮かんでくるその 視覚として浮どんな反応をするかというとあああれはいいもんだなとかあれは嫌なもんだなというふうに我々自身の勝手な思い込みで外界のものを判断していくその判断感覚が生じてくるこれを受受と言いますすけるね感受ですね感で甘いものが好きな人はケーキを見るとああいいなと思うんです。 で空棟の人が見るとあのいやと思うわけなんですねそれはその人の思い込みで外にあるケーキ自身には何にもそういうことをあの引き起こす要素はないんだけれどもそれを我々の心が生み出して、えー、心が独自の、えー、判断でそれを受け取っていくというこれが銃です。でその銃が元でそれに対して「ああいいなあ,あれもっと欲しいなという。えー 何ていうかなあ好,み好むという感じですねそれが好きだわという気持ちが起こってくるこれを愛と言います愛ってすごくいい名前のように思いますがこの十二支援の中では愛は苦しみを生み出すとても恐ろしい要素の一つですねしがみつくんですでその愛に基づいて執着が起こってくる。 絶対に手放さないぞとかあるいは何としてでも手に入れるぞというそういう執着が起こってくるこれが主ですでその主が元になって我々のこの存在「う」というものが生じてくる。 自分のものを手に入れるぞあれを自分のものにするぞというふうに自分を中心に外界のものを手に入れていこうとするその姿での生き物の在り方全般を指す言葉が「ーなんですね。でその在り方から我々一人一人のこの生き方70年80年100年生きるこの生というものが生じてくる。 その結果が年を取って病気になってするこ,れこれ自体は悪いことじゃないこれは現象ですわね老と死は老死は現象ですけどもその現象が苦しみとしての現象として現れてくるんだという説明なんです。でただし今私が皆さんに申し上げているのはこの十二支援義をある一つの側面から捉えた 解釈なのであって実は仏教の歴史の中では十二支援にをまた全然違う形であの、えー、解釈している説もいっぱいあるし今現在現代においてもこの十二支援にはいろいろな形でいろんな人が違った形で解釈をしてるんですね。でそういう意味で、えー、この十二支援妓をどう捉えるかというのは実は前も言いましたが捉える側の 世界観を逆にに反映させるることにもななわけなんですねだから十二支援にというのは仏教の世界の中では極めて重要なその後の仏教の歴史の中で大変重大な意味を持ちながら言い、えー、伝,伝えられ伝,あの伝授されてきたのですけれども実はその本体がまるで雲に覆われたようにはっきりしないまま今に伝わっているというそういう,う、まあ、ミステリアスな。 説なんですねでまあそれはそれで置いときますそれはそれで置いといて一方でお釈迦様の悟りは何だったのかということなんですが、えー、前回も申しました通り十二支援にをはじめとしていくつかの違った説もありますその十二支援に一つとってもいくつもの違った解釈がありうるということで釈迦の教えはこれでございますというふうにパシッと 語ることはでできないんですねそして私はその語ることができないということが釈迦の教えの真実性だろうと思っております。今日は事故が起こらないようにしないといけない大丈夫でしょうかね。前回は失礼をいたしました。はい。でこの辺ね全部張り替えたんですよ。まあ、そんなことはどうでも。う。えっ、ー、と。 ブッダの悟りをここですね一言で表現することは不可能に違いないんです一言で表現できるものだったらそれは悟りとは言えないでしょただの説明文ですわねで、えー、それは多角的対応としてのみ表現できるものであるに違いないわけなんですねこれあの私、まあ、いろんな人と出会うことがありましてあの えー、いろんなそれぞれの専門領域ありますわね難しい世界があります物物理学とか、ね、生物学ととかかね生いいろいろあるでそういう中のまあ幸いねそういう運に恵まれることもあるんですがそういう時に感じるのはそういう方たちは自分たちの自,自分がやっている領域とはもう頭の中にスカッと全部入ってるわけなんですが。 それははねね全体を言葉ででで表すすことはできないんです、ね、その人たちにいくら「あなたの領域は何ですか教えてください。本質は何ですか?」って聞いてもそれは困った顔なさるんですよ。それは何でかというと全てが入っているということは全ての要素が固まって集まって全体として大きな立体を作ってそれが頭の中に入っているわけでその方にその立体を言葉にして一行で表せなんていうことは無理なんです。逆に言うと 「あなたにとってこれは何ですか?」と聞かれて「はいそれは何々でございます」というふうに安易に答える人は実は頭の中にそういう立体が入ってないということになるんですね。昔よく変なリポーターがいてね「あなたにとって何々とは?」なんつってこうやってマイク差し出して聞いてる人がいますがまあ愚かな質問ですがそれにまた答えてる人もいますよね「はいそれは私にとっての何とかでございます」って言ってんだけども。 本当にその世界が分かってたらその時言葉に詰まるはずなんですね。うん、って言うんですよ。だってその時頭の中にはもう非常に大きな立体がぐるぐる回ってるわけでそれを言,う言えるはずがないわけなんですね。だからお釈迦様がもちろん何年もかけて積み上げたその悟りの境地というものは、えー、その何て言うかお釈迦様の心全体としてそこに存在してるわけですから。 それは表現するためにはおそらくは人が聞いた時にそれに答える質問されたらその,そのことに対して答えるという個々の一つ一つの問答の中にこそその釈迦の本質的な悟りは現れてくるんだろうと思うんですね。はい、もうちょっとしゃべりたいけどとまた時間が来ましたので、えー、続きをまた次回お話をいたします。今日は突然ですがここで終わります。 ご無礼します。ごきげん。